UEFA ネーションズリーグは欧州サッカー連盟の主催で、西暦偶数年の9月から翌年の6月にかけて行われるナショナルチームによるサッカーの国際大会である。第1回は2018年から19年にかけて開催された。2013年にノルウェーサッカー協会会長のイングビ・ハレンが FIFA フフワールドカップ UEFA 欧州選手権に次ぐ、 第3の UEFA 主催の国際大会として提案され、2014年3月27日に開催された UEFA 総会で満場一致で採択された。UEFA 加盟の全55協会の代表チームをランキングに基づいて4つのカテゴリーに分け、さらにそのリーク内でグループに分かれてリーグ戦を戦い、その結果によって上位リーグへの昇格。 あるいはカイリーグへの降格を行うというものである。試合開催日は FIFA フフ国際試合カレンダーに基づいて設定されるため FIFA フフワールドカップ予選や UEFA ユーロの日程に影響しないとされた。国際サッカー連盟会長のジャンニ・インファンティーノはこの大会が成績会の協会にとって代表チームの強化の鍵になると歓迎する意向を示している。 また、ベルギーサッカー協会事務局長のスティーブン・マルテンスは、本大会の創設により、UEFA とのテレビ契約が一元化されるため、成績会の協会は、経済的に利益を得るだろうと語った。加えて、FIFA 国際試合カレンダーに設定される、国際親善試合の日程が、ネーションズリーグに置き換えられることにより、多くのサッカークラブやサポーターの抱える、シーズンが、 国際親善試合で分断されるという不満が軽減されるという目的も果たされると言及されている。55のナショナルチームが出場する。2018年から2019年に行われた第1回大会では以下の大会フォーマットが採用された。2020年から2021年に行われた第2回大会を前に UEFA は大会フォーマットの一部修正を行うこととした。 具体的にはリーグ構成についてリーグ A、リーグ B、リーグ C をすべて16チームとしリーグ D のみ7チームに変更した。これらは前回大会からの昇降格の変更で対処した。このフォーマット修正の目的としてリーグ戦の対戦数を増やすことで試合の試合の商業的価値と視聴者の魅力を高めることを狙い、さらにグループ内のチーム数を偶数とすることで、 最終節を全チーム同時に行えるようになり、リーグの公平性が促進されるものとされた。ネーションズリーグの結果は、直後に行われる UEFA ユーロの予選並びに、予選プレイオフに大きな影響を与える。具体的には、10のグループに分かれて行われる UEFA ユーロの予選グループステージで本大会出場を逃したチームのうち、ネーションズリーグの 各リーグ上位の4チームずつが予選プレイオフに進み、4枠の本大会出場枠をかけて争う方式に改められている。また、FIFA ワールドカップのヨーロッパ予選においても同様のレギュレーションが導入されており、2次予選に進出するチームについて、グループステージ2位のチームにネーションズリーグの各リーグ1位から先行した2チームを加える方式となっている。 これらの UEFA ユーロ予選並びに W 杯予選のレギュレーション変更についてネーションズリーグ上位リーグの下位チームよりネーションズリーグ下位リーグの上位チームが優遇されるレギュレーションとなっていることから弱小チームが通常の予選プロセスではなくネーションズリーグ経由で予選を通過できるようにするものではないかとの批判もある。ありがとうございます。